はい、皆さんこんにちは、くるです。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。ということで今回こちらのマレーキャット月光ケージのレイアウトをしていきたいと思います。とりあえず今回はレイアウトだけでロック部品とかこのガラスの扉が奥まで行っちゃうっていうストッパーはつけません。今回はレイアウトだけしていこうと思います。ではやっていきましょう。Thank you.
はい、ということでレイアウトが完成しましたが、ちょっとね植物が足りなくて、右ここら辺かなの後ろが植物ない状態になってるんですけど、あとシェルターをどうするかなんですよね。置くかどうか、置くならまあ右端に置けるようなスペースは取ってあります。では見ていきましょう。まあ、全体で見ていくと下が低い平地で、上にちょっと植物入れるようなところを作ったっていう、まあ普通のレイアウトですね。はい。で右下のこれが餌入れ、ダイソーで購入しました。ここに餌を入れて上から伝ってきて、まあ狙って食べるというようなイメージです。そして一応この流木の下、ここもシェルター隠れ家として使えるのかなと思ったんですけど、うまく利用してくれるからかは分かりません。なのでシェルター設置できるスペースは、まあ、右奥に作っているという状態です。そしてこの流木のこの部分ですね、穴が結構、穴というか溝か、面白い作りになってて、ここに苔を植えようかなとか思ったんですけど、ここはあえて使わずにこの両縁に鷹の葉裏干しと苔を貼り付けているという風にしてみました。っていう意図がですね、ここに水を貯めることでいつでも水を飲めるかなと思いました。マレーキャット結構意外と水を舐めるんですね。こうやって貯めておくと、その水をまあ水分補給できるんじゃないかなということで、今回はここは全く埋めずに水を貯める場所として使ってみようと思います。そして奥なんですけど、軽石に穴が開いたものをこことこっちに設置して、峠芝とギボウシを植えております。そして奥にはジャノヒゲを植えております。まあ奥はもうまあまあ適当ですね。そして中央のここ部分に植物ないので、まあ今後植えようかなとは思っております。よし、横から見てみるとどうかな、いけるかな。コードがこうですね。まあ、ここら辺がやっぱね、ちょっと空洞というか植物がない状態です。はい、ということでご紹介させていただきました。まあまだ扉のこちらのロックの部品とかつけてない、ストッパーもつけてなくて、こうやって奥入っちゃうんで、そこら辺もつけた後今レキャット月光を移動しようと思います。なのでまだ一旦はこの状態ですね。あとはやっぱりね、ここに1本入ってないのでレイアウトしやすかったですね。しかもどちらでも開くっていうので、もう左開きでレイアウトしました。右利きなので行きやすかったですね。なかなかやりやすかったです。まあ一応樹状製ということで流木を1に3本入れています。隠れ家から出て餌入れの方にいて食べて戻る、登ったり、水をその流木のところで水が飲めたりというので、一応はそこら辺も考えてみましたけど、うまく利用というか活用してくれるかはまだ分かりません。はい、ということでこれで終わります。ありがとうございました。またのご視聴をよろしくお願いします。